はい、どうも、ふめでおです。今回ですけども、セレボに入っているエリザベス・スワン。こちら、なんと4年ぶりの復活という、実は超激レアだった、ツムということで紹介していきたいと思います。ちょっと全ツムのね、歴史とかね、まあ評価の方やっていこうかなと思ったんだけど、まあもうちょっと大々的にもうこのツムを紹介していこうかなと思います。で、一応ね、復活の歴史すべて調べたんですけども、まあ比較的全部ね、いい感じに復活してますけれども、もう一体マスカレードトレメイン夫人、なんで11月に来るんですかみたいなところはあるんですけども、このツムは、なんと初復活だったっすね、調べたところ。はい、ちょっとネット記事なんで、全てが合ってるか分からないんですけど、まあ、ネット記事上だと、そうなってます。はい、初復活っぽいですねっていうのは、一応お伝えしておきたいと思います。なんで、まあ、このツム持ってない人とか、まあ、今回のこのエリザベス・スワンですよね、これがですね、4年ぶりの復活で、まあ、持ってなければ、今回チャンスになると思いますので、ぜひ、はい、引いてもらえたらなと思います。で、まあこのスキルなんですけども、一緒に消せる、高得点ウィル・ターナーが出るよということで、まあやっていきましょうか。てかウィル・ターナーさんのちょっとツム出てほしいんだけどいい加減マジで。ただこれね、変化するんで、ツムのイラストは見れるんで、まあそれを楽しんでもらえたらいいんじゃないかなと思います。で、ちなみに性能はめちゃめちゃ弱いっす。まあ、変化系なんですけども、毎ツム判定がないやつなんで、スキルが回らないんすよね。で、しかも周りのツム消すわけではないので、で、変化数は20でしょ。なんで、チェーンもね、いい感じに全然良くない。いい感じに全然良くないです。なんで、まあもう本当にコレクション用なんで、かなと思います。まあただね、スキルマ、全ツムスキルマ計画、自分みたいに、目指してる人とか、まあコレクションしていきたいって考えてる方は、まあ今回の、こちらはですね、もう引きになっておりますので、ほらまあこれ多分爪レベルが低いから、まあそもそもスコアは出にくいとは思うんだけど、まあそれにしても、まあスコアもやっぱかなりきついところはありますね。まあ、でも40チェーンとか、まあチェーンミッションとかでは普通に使えたり、まああと効果ボムも一応チェーンで、まあ狙えたりもするので、まあぼちぼち使えないな使えないな。このツムでわざわざミッションクリアしようとも思わないし、っていうね、ツムになってますんで、まあ、4年ぶりの復活なんでね、皆さん、レアなので、欲しいと思った方は必ず引いてください。まあ、全10種なんでね、比較的ゲットしやすい、セレボになってますので、はい。ということで、以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。バイ。それも今日よ。